ループセレクター THE3 の、動作を説明します。現在これが通常のモード、スイッチが下側になっている状態です。この状態の時には、他のチャンネルとは関係なく個別に、全部オンにすることとかってもできますと。次にこのスイッチを切り替えます。すると今このチャンネルですが、こちらのチャンネルを踏むとこちらオフになり、こちらだけオンになると、踏んだところだけがオンになるという形になります。で、現在この点灯しているチャンネルのところを踏むと、全部オフでトゥルーバイパスになっているという形ですね。